おはようございます。本日は2020年の2月の26日です。もう今ね、ちょうど226事件のね、準備を、何十年も前にやっていた、そんな頃じゃないですか。前々から視聴者の皆さんにまたやってくださいよと言われていた、企画サイコロの旅というのをやろうと思います。実際にやってみるのが早いでしょう。今回の行き先については、様々な人からの協力をいただきまして、というかね、クズですけどね、0時40分にすでにサイコロの旅やることになったんで、悪いんですけど、皆さん目的地考えてくれませんかと言って考えてくださった優しい皆さんの、一覧がまずこちら。真っ先にね、答えてくださったのは小野田さんでした。ありがたい。じゃあ南紀白浜空港はいかがでしょうか。小野田さん、飛行機で今から南紀白浜空港。2番の中村さんと渡日さん、早起きで朝の4時に返事をくれました。新幹線で、中村さんは、函館、新函館北斗ならば、じゃあ私は新幹線で博多まで。マンゴーさんは、新幹線のグリーン車で、名古屋。みかんさんは、バスタ新宿からこのバスがあるらしいんですけど、奈良井宿へ、宿場町、中山道の宿場町の松本に近いところです。で、私の案は、前から乗ってみたいと思っていました。東海汽船って旅客船を運航している、まあ、船会社ですけれども、その、ジェット船で立山に行くというものでして、この目に応じて今から行き先を決めます。じゃあ早速振ります。まあ、これがね、やらせとか言われたらもうそれまでなんですけど、一回しか振りませんよ。はい。何が出るかなとか言って振ってるらしい。面白い、面白い、面白い、らしい。目には触りません。3番です。3番。これ私さんの案だ。東海道山陽新幹線にて博多行くことに決まりました。朝6時の丸の内。誰もいませんよ。すごいな。この誰もいないんだ。こういう景色を初めて見ましたね。いつもね、人でずら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 、もういっぱい賑わってますけど、この辺の水はね、水はけがなんかもうずっと前から悪いんですが、前よりはマシになったかな。東京は一応今日雨が降ってるようです。まあ、関係ないんですけどね、多分東京に戻ってこないでしょう。朝の早い時間、博多行きはいっぱいあります。高いな、博多まで2万2000円か。というわけで、切符はネットで買いましょう。6時15分です。まだ買えるな。結構混んでるんですよね。これね、新幹線でコロナウイルスの感染とかも、まあ、よくニュースで言われてる今。今回はね、ちょっとで、それやめといた方が、ちょっとグリーン車で行っていいですか。特に、これ発案した渡日さんからはグリーン車で行けという指示はないんですけど、体力を温存しておかないと周りの人にも迷惑になりますんで、自分が感染したらもうほんといろんなところに撒き散らかすことになるからね。今回はすみません、ちょっとグリーンにさせてもらいます。はい、切符が買えました。この列車で東京を6時20分に立って、新大阪で8時53分から59分の乗り換え、博多に着くのが11時23分となっています。東京あんな雨とか降ってたのにね、こんなに天気いいの、ふざけんなよと思って、静岡県内でもう完全に寝てましたんで、あ、どうせだったら起きて富士山ちょっとでも見りゃよかったなと思ってですね、富士山ライブカメラっていうのは見てみたんですけども、そしたら静岡県内は完全な曇りでした。よかったよかった。お、名古屋城が見える。本当だ。おお、見える見える。最近ね、ネットで名古屋城は新幹線から見えるって書いてあって、嘘だろお前と思ったんですけど、試したら本当に見えたわ。これ静岡県内の富士山の様子ですけども、このように完全に曇っております。しめしめって感じですね。寝てて正解でした。まあね、その辺では通勤ラッシュやってますよ。まだ朝の8時。車が普及している中部地方では朝ラッシュは電車だけじゃないようですね。どうも関ヶ原の向こうからまた天気が悪くなるみたいですね。厚い雲がずっと続きます。よかったですね、愛知県岐阜県の人たちは今日は日本の中でも数少ないお天気ですよ。
朝の時間だけなんかこんなちっちゃいサンドイッチを売ってるようです。いつも売ってくれるといいんですけどね。420円ということでしたが、これは安い方に入るんでしょうか。入らないでしょうね。でも味はちゃんとしてると思います。終点新大塚に着きまして6分の乗り換えです。博多駅の直接行く新幹線もあったんですけど、なんか新大阪で乗り換えた方が10分ぐらい早く着くみたいだったんで、そうなってます。にしてもグリーン車めちゃくちゃ空いてたな。なんでこんな空いてんのっていうぐらい空いてる。普通車の方はね、いつも通り混んでたんですよ。東海道新幹線って朝の時間帯になると混みがちなんですけど、なんでなんだろうな。グリーン車で出張するような層はもうみんな出張やめちゃったのかな、今回のコロナの影響で。またサンドイッチ買いました。発車まであと何分ある？あと2分ですね。2分もあんだからね、別に焦ることはないですよ。皆さん、私がギリギリに新幹線に乗ったとすごい画面の前でね、なんか逆に見てる方がハラハラするなとおっしゃるようですけど、まあ、乗り遅れたって別にもう10分とか15分とかで次のが来るんだから、乗り遅れたって大したことじゃないですよ。確かグリーンは6号車だったな。教えてくださったんで、あんまもしかしたら気にしてないのかもしれないですけど、まあ多分その気にしてるって素振りはなかったんですけど、もう今後いろんな列車に乗ってるとね、向井屋さんの作った音楽を聴くことが あるわけですけど、いやこれはあの時ちゃんと勉強しときゃよかったな。毎回多分その音楽を聴くたんびにね、後悔することになると思います。一生不思議とあったかいな。ともかく今11時24分博多に着きました。グリーン車の毛布はね、上のところにあえてごちゃごちゃちょっと汚いように置いときました。使い終わったっていうのが分かるようにね。さて、それでは到着したばかりですが、早速次の目的地を決めます。まあ、オリジナルのサイコロの旅がどうやってるかちょっと知らないんですけど、とりあえず私のやり方ではですね、まず指定された目的地に着いたら、すぐに次の目的地を決めます。でそこまでの出発は、最短時間で行いますが、それでも時間に間がある場合、その間を使って到着した土地を楽しむということを決めています。はい、2回目のサイコロ投げですが、博多もしくは福岡から、まず最初にやっぱり最初に返信をいただいたのは小野田さんでした。博多港から船で行き、次に酒井くん、酒井くんは福岡空港から沖縄、安西さんは特急かもめ号に乗って佐賀県の肥前白石、中村さんは東京へ新幹線で逆戻り、私さんは奄美大島ということでした。鹿児島から船出するんですが、新幹線を利用してくださいとのことです。そしてガミさんとも連絡がつき、協力していただけるとのことでした。ガミさんは飛行機でひょっとび千歳。それでね、サイコロを振る前に録画ボタンを押してしまったんで一旦カットが入りましたけど、まあ、ここでカットが入るとお前やらせやってんだろみたいな風になるじゃないですか。だからまあそれについてはちょっと信じてくださいとしか言えないんですが、しかしたった1回だけのサイコロ投げということになっております。じゃああんまり強く投げて線路に落ちたら嫌なんで軽くね。1番、小野田さんの案が出ましたね。壱岐ってどうやって行くの？長崎県ですよね。壱岐ってどこだか分かりますか？島ですよ。まあ小野田さんの言うことだからね、壱岐までは福岡空港から行くのかなと思ったら、壱岐に確かに空港はあるんですけど、しかし、福岡空港から便が廃止されておりまして、全部ね、博多港からの船便で行くんだそうですね、船。壱岐行きは高速船っていうことになるのかな。博多発は次は15時45分か。
多分他はないですよね。もう博多港10時45分に出ちゃったし、それから普通のこういう船もあるみたいなんですけど、まあ、これは15時45分よりもっと後だから、さあまあまあ時間がありますからね、確か3時台でしょ、あとつまり3、4時間ぐらいあるわけか。100円のバスに乗って天神に行きましょうね。なんか西鉄バスは普通のバスよりちょっと長い、大きいような気がするな。大きいですよねこのバス。大変わかりやすい、どれかなと思ったけど天神って書いてある。博多駅から天神までは100円です。前にね、九州の方にすごくいいお店をおっしゃったんですよ。天ぷらあった、これだ、天ぷら平尾。うちの動画ではまだ1回も出してないけれど、出してないところでこっちの方がかな。なんかね、私が見た限りなんですけど、福岡市民はあんまりマスクをしてないな。なんでだろう、おー不思議だ。まあ、別にしないのは、まあその人の勝手とその人の勝手なんですけど、まあ、このご時世ですからね。え、なんで東京はもう7、8割ぐらいはみんなマスクしてるんですが、まあ、福岡も結構してますけど4、5割って感じがするな。さて、そしてまた地上に上がってきましたが、これね、ビブレ天神、この天神の、まあ、シンボルとは言いませんけれども、大変有名だったショッピング街ですが、ついこの間、44年間の営業を終えたということです。でね、私ね、この今持ってるリュックサック、天神のビブレで買ったんですよね。なんか捨てられなくなりそうだな、捨てちゃうと思いますけど。まあでも少なくとも壊れるまでは使いますよ。あと5年は使うんじゃないですかね。よし。でじゃあこれから太宰府天満宮でも行こうかなと思ったんですけど、あと2時間後に港に行かないといないといけないので、ちょっとそれは危ないな。じゃあ何するか、まあ、今お買い物の話しましたんでね、私の靴このボロボロなんですよ。もう ここまでこうボロボロのないですよ。もうちょっと磨いたりとかしてりゃ多少長く使えたんですけどね、これはひどいというわけで、もう見る人からね、いろんな人からなんだそれやと言われてたんで、どっかで買っちゃおうかなと思います。まあ天神でお買い物街だったらいくらでもあるけど、あった、これだ、三越あるな、三越。多分三越で売ってるものって高級品だと思うんで、あんま私の縁のないとこなんですけど、ただね、靴はもうたくさん歩くからいいやつを買った方がいいんじゃないかなっていうような気もするんですよね。まあせっかくなんで天神の三越前から行ってみたかったから、ちょっと行ってここで靴買ってきましょう。あ、三越に入るのにこの靴ではな、なんか三越に入るための靴を一回買ってから三越にもう一回買い物に行かないといけないかもしれないけど、まあ構うことはない。
正面切って堂々入店しよう。なんかね、靴売り場の方がうちのチャンネルの視聴者の方だったんで、もう話が早かった。ちょっと最近靴がボロボロになっちゃって、あ、もうこれはちょっと修理とかはもうちょっとすると買うよりお金かかりますね。あ、そうですか。もうとりあえずね、そういうわけで新しい靴を買って、ずいぶん長く歩くからじゃあこういうのと選んでいただきました。靴代は28,000円、今まで買った靴で一番高いな。あそこ屋台が来てます。天神の名物ですよ、わらび餅だって。こんな真っ昼間にも出るんだな。ちょうど今来たばっかりみたいです。天神地下街の多分台湾料理屋だと思うんですが、そこでタピオカドリンク、なんかね、福岡ってタピオカドリンクがそこら中で売ってるんですよね。多分人口に対して女性が多いからだと思うんですが、本当にね、福岡市は女性が多いですよ。歩いても女の人ばっかりですからね。ちなみに今回本当はこの日程で今日台湾からね、飛行機で帰ってくる予定だったんですけども、この状況に鑑みまして中止ということになっております。そしてちょうどバスが出るってんで大急ぎで出てきたらですね、ちょうどバスが信号に止まってまして、あ、このバスに乗りたいなと思ったら、そのバスはね、2個くっついてたんですよ。あれがね、ダブルでくっついて2両編成になってたの。あ乗りたいと思って急いでバスを走って追い越してですね、このバス停に先に着いたんですけど、残念ながらこのバス停にはそのバスは止まらなかったようで、目の前を行き過ぎてしまいました。もういいですね、タクシーで港まで行くことにしようと思います。10分もかからないみたいだから。天神からもうタクシーで一瞬でしたね。運賃もね、ほぼ1メーターでしたよ。ここまで790円着きました。博多港です。乗るのは高速船ジェットフォイルです。で、それではね、無事にとりあえず乗船券が買えましたところです。ここら辺でとりあえずこの動画は終了とさせていただきまして、次はまた別の動画、あんまりずっとやってるとね、動画が長くなります。とりあえず1日目の、東京から博多までを、皆さんにご覧に入れました。引き続きよろしくお願いします。